はい、えー、それでは令和4年の論文式本試験解説・監査論、えー、始めていきたいと思います、えー、担当はレック専任講師草加です、えー、よろしくお願いいたします、えー、皆さん、ねえー、本試験受けられた方お疲れ様でした えー、今回はね、えーまあ、第1問に理論的な問題第2問は事例問題ということで、えー、去年は事例問題事例問題という形だったんでね、えー、逆に面食らっちゃった方もいるかもしれないですし、えー、まあね予想通りだと思われた方もいると思います。で、えー、今回のね試験は第1問の理論問題は、まああのー、大体、えー、講義の中でどの論点も扱っている。 という問題で、えー、問題まばかりで、えー、比較的簡単なように思えた方も多いと思います。一方で第2問はまあ四半期レビューなんかねあのちょっとこれは出るとは思ってなかったんですけども四半期レビューが出て、えー、なんだと思ってねしかも訂正報告書とかなんかそんな文字があの見れ見や、えー、見つけられたらあのこれは。 やばい問題じゃないかというふうに思われた受験生もね多かったと思うんですけれどもただねあのよく見てみると皆さんが普段勉強している知識で、えー、結構回答可能な問題があったという問題なんですね。ですよ何が怖いかっていうと第一問があの皆さん結構できてくる。 と思うんですねでそうした時に皆さんができる問題をできなかったっていうことになるとそここででね、えー、結構差がついいてしまうというととなんですよだからこういったあの第一問結構皆さんが取れそうな問題っていう時ほど慎重にやる必要があったし、えー、慎重にできた方が あまあ得ね得点というかまあ偏差値というかねがあ良かったか良くなったのかなというふうに思いますなので本当は嫌ですよねこのこれだけの問題が出ちゃうとあのちょっとしたことで差がつくでこれね過去に逆戻りってみると私が印象的印象的だったのはものすごいねできる受験生の方が3年前かな4年前かなあの監査論で、えー、まあなんかあんまりできなかったと。 でおっしゃってた時に何ができなかったかっていうと示唆採用の根拠を聞く問題だったんですけども示唆採用の根拠が書けなかったとねえこういうね示唆採用の根拠っていうのはおそらくどこの予備校でも入門でもね上級でも、えー、それは担当も論文もどちらでも扱うような超基本的な論点ですよねでこれができないとやはりね そこだけで、えーまあ、命取りになってしまうっていう可能性もありますのでねあそういったあの今回もそこまでの問題ではなかったですけれどもただあのこういう問題は差がついてしまうというのが現状ですよね一方で第2問はおそらく皆さん面食らってしまってあんまりねあの頭が働かなかったあという方も多かったと思いますし、えー、あんまりね回答もうまくできなかったっていう方多いと思うんです。でも そういう問題こそです、ね、ほとんどあの差がつかないし、えー、もうほとんどねそこで合否が決まるってことはないということで第2問はね逆に何、あのー、て言うんですかね本試験ではこういう問題が出てくれたのは本当はいいんですけどねっていう問題でした。 はい、じゃあ,あの具体的にね中身見ていきたいと思いますが、えー、第1問はですね純、まあ、理論形式の問題でリスクアプローチとか、えー、監査上の重要性そして、えーまあ、リスク評価手続きリスク対応手続き、まあ、そういったところからね出てますね。で、えー、と第2問は先に言っておきますと不正と四半期レビューを題材にしてますけども四半期レビューだとねこれあの。 講義の中でも市販機レビューは出ないでしょうなくなろうとしてるんだから」なんて言ってたんでこれは参ったなと思ったんですけどあの大したことなくてね四半期レビューの知識っていうのはほとんどいらないというか四半期レビューのその結論意見じゃなくて結論、ねえー、その部分の違いさえ押さえておけばですね四半期レビューのことを大して聞いてないという問題でしたのでまあそこはいいとただあの第2問ではですね、まあ、あの報告論 とあとは監査契約の新規の締結あたりとかですね専門家ね、まあ、経営者の利用する専門家、まあ、こういった論点がちりばめられていたんですねだから、まあ、なんとかね食らいついて換気法を引きながら解けたかなというところがポイントになってたと思います。はい、じゃあちょょっと具体的に見てみましょう えっと最初はこれですね令和4年の、えー、論文式本試験監査論ね、えー、でえっ、ー、とこれあのちょっとごめんなさい先順序申し訳ないですけどもあの受けられた方はねえっ、ー、とまあ、別にこの動画は普通に見てくださってもいいしえっ、ー、とまああの受けてね合格発表までは特にねあの あまり気にせずもう就職活動とかね頑張ればいいと思うんですけどもあの、まあ、あのなので受けてない方ですね受けてない方はこの動画ぜあの見てほしいんですけども見る前にね是非本試験の問題を見て 自分ならこういう回答を書くかなっていうところをちょっとねあの頭の中で考えるだけでもいいのでそれををやったたた後にこの動画を見ていいだきたいんですねあの特に第一問はもう皆さん、えっと、今それこそ担当の受験生の方でもいいし、えー、論文の,、まあ、あの今度受けるよって方でもいいんですけどもあの十分回答できる問題ですからあの一旦考えた後に聞いていただきたいと思います。はい、ではいで えー、論文式のね問題ですでえっ、ー、とこれはもう例年通り二、えー、問分ね二、えー、問ありましたで第一問五十点第二問五十点ということで、えー、満点百点の問題でしたじゃあ早速第一問ね、えー、ちょっと移しましょうで第一問、えー、満点五十点で 第2問と合わせて2時間でで満点100点100とということですね、はいでえーとまあ、第1問これですね監査基準において監査人は監査リスクを合理的に低い水準に抑えるために財務省表における重要な虚偽表示リスクを評価し発見リスクの水準を決定するとともに 監査上の重要性を勘案して監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することが求められていると思う。これはね監査の基本中の基本の話がまず出てきましたね。で、これに関連して問題1から問題3に答えなさいということですね。で、問題1。河線 a についてということで、重要な虚偽表示リスクのことについてです。はいに問1問い。2に答えなさいというね。いうことです。で、問1は何だったかというと。 監査人は財務諸表レベル及びアサーションレベルで重要な虚偽表示リスクを識別し評価することが求められている。で、財務諸表全体レベルで重要な虚偽表示リスクを識別し評価することが求められている理由です。ねえー、アサーションレベルつまり財務諸表項目レベルだけじゃなくて、えー、なんで財務諸表全体レベルで評価することが求められているのか。 いうことですで、えー、と皆さんね、えー、と回答解説はお手元にあるかと思,い思うんですけれどもその回答をまあ見ていってもいいんですがそれをですね多少ですよ多少ですけれども、えー、ちょっとね細かくあのフローチャート形式にしたあのレジュメをね画面上使っていきたいと思います。 はいえー、では問題1の問1これは生徒可能性高い問題としましたで参考となる基準はやはりここなんですよ特に令和2年の監査基準改定全文2の2の括弧1。 でこれはねもう受験生の皆さんに令和2年のね監査基準改定全部読んどいてくださいねえー、これはもうあの言ってましたんでね、えー、令和2年の改定全部をしっかり読めた方はなんとか食らいついて書けたんじゃないかなとあるいは平成17年もね大事ですよっていう中の一つに入ってましたんで、えー、そこでもある程度回答できたかなと思います。はいでは全体レベルね、えー、評価することが求められている理由です。まずこれですこれれね監査論のの答案の書き方として 入り方ねえー、もし何とかじゃなかったらどうなるかっていうこういった書き方をすると結構楽に書ける時があります、えー、なのでここもそうなんですよねと、問一、えー、ですねちょっと画面を引きますかはいで問一はですねこれ仮にですよ アサーションレベルつまり財務諸表項目レベルだけで重要な虚偽表示リスクを識別し,識別し評価したらどうなるかとこういう論,論,あの論理でね書いていくんですねもしアサーションレベルだけだったらどうなるかそうすると監査人の監査上の判断が財務諸表の個々の項目,項目に集中する傾向が生じるとまさにこれは令和2年の改定前文に書いてあります。でそうううするるととどうなるかっていうと 経営者の関与によりもたらされる重要な虚偽表情を感化する原因となる恐れと、ね、これは平成17年にもありましたけれども、ね、大きな視点で見ないと、えー、個々の勘定、えー、科目だけにね着目していても実はね個々の勘定科目のレベルじゃなくて経営者は事業上のリスクなんかね 事業の状況競合他社とかねそういったところを考えた時になんか儲からなくなってきててそれで悪いことしようとかねもっと対極的な視点で経営者は不正をやってくるということからですねこの個々の項目だけに集中してしまうと経営者の関与によりもたらされるそういう大きい不正こういうのを不正による重要な虚偽表示ですけどもこれを看過する原因となる恐れがあるんだと。 ここなんですね、はい。だからアサーションレベルだけじゃなくて財務諸表全体レベルでも重要な虚偽表示リスクを識別し評価することが求められているということでまあここは。 あのちょっとね、えー、今度受ける受験生の皆さんは、まあ、しっかりとかけるように、ね、しておいていただきたいと論文も担当も、えー、監査論は同じ問題繰り返し、えー、しかもこういういい問題ね繰り返し繰り返し出されますからね、えー、これはしっかりと押さえておいていただきたいと、ねえー、仮にアサーションレベルだけの評価だったらどうなるのか個々の項目に集中して、えー、経営者の関与によりもたらされる重要な虚偽表示を看過、えー、する恐れがあるんだとこれです。ね えー、なので必ずあと最後結論はだからアサーションレベルだけじゃなくて財務諸表全体レベルでも重要な虚偽表示リスクを識別し評価することが求められているんだとちゃんと問題文の通りに素直に回えー、もう問題文をういしするような感じでねいいですからあの問題文で聞かれたことに「えー、何でですか?」って聞かれたら「あこうこうこう」だから、えー、問題文で書かれている通りアサーションレベルのみならず「こうこうこう」だというふうに書くと。 これも癖にしていいいいたただきたいと思いますはい、ではで問いに行きましょう問いにはですね、えー、この重要な競技表示リスクの評価に関連して近年アサーションレベルにおいて重要な競技表示リスクを構成する固有リスクと統制リスクを分けて評価することが求められるとまさにこれね出てしまいましたね令和2年の改定もうちょっとね来年ぐらいかなと思いましたけれどもただまあこれも基本的な問題ですからね、えー、求められ特に固有リスクの評価が重視されるようになった このように固有リスクの評価が重視されるようになった理由を説明しなさい。これも令和2年の改定前文ですね。いかに改定前文大事かっていうことですよね。はい。これもじゃあ,あのレジュメでレジュメというかこのねえっ、ー、とフローチャートみたいに私のこの書いたやつで見ていきましょう。で問いにもまあ正当可能性はやはり高い高いとさせていただきました、えー。令和2年の監査基準改定前文2の2の括弧1括弧3あたりですね。はい。 じゃ固有リスクの評価が重視されるようになった理由としてはまずねここ書きにくかったと思います、まあ、正当可能性高いとは書いたものの書きにくかったと思います、えー、ここなんですねこの導入部分が書けたら素晴らしいんですがまあ近年会計上の見積もりの複雑化等に伴いとこれは改定前文書いてあるんですねに伴ってアサーションレベルの重要な虚偽表示リスクを適切に評価することがより一層まあ重要となっているとここなんですね。 えー、この会計上の見積もりがどん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 ですね難しくなっていくことによってアサーションレベルの つまり財務諸表項目ごとの重要な虚偽表示リスクをちゃんと評価することこれはやはり特に重要になっているともちろん統一でね全体レベルを評価することも大事なんですよただそれと矛盾するわけじゃなくて全体レベルの評価するっていうことも統一で経営者の関与によりもたらされるね虚偽表示これを見つけるために大事なんだけども一方で見積もりがどんどん複雑化していく中でアサーションレベル財務諸表項目レベルでもねしっかりと重要な虚偽表示リスクを評価することが重要になっているとでさらに ですね、その後なんですよ特にその中でも固有リスクの性質に着目して重要な虚偽表示がもたらされる要因などを緩和することが重要な虚偽表示リスクをより適切に評価することに結びつくと固有リスクの性質に着目することが重要なんだということでねこれが改定前文でも書かれているわけです固有リスクの評価に着目することが重要なんだということでですねなので、えー、そのそ後ですね。 え固有リスクを分けて評価することにより、まあ、それまではね平成17年以降はこれ、えー、結合した評価でしたから分けて評価することにより、えー、固有リスクが最も高い領域に存在すると評価したリスクを特権リスクとして一貫性をもって識別することも可能になると。ここここののなががりもも、まあ、ここもっと書きにくいいかもしれないんでね、まあ、あのー 難しいは難しいんですけれどもただ特権リスクの定義がこの令和2年の監査基準改定で変わりましてね特権リスク、ね、これはもう固有リスクが最も高いところにある、ね、これが特権リスクということで固有リスクごめんなさいそうですね固有リスクをしっかりと評価することが特権リスクをしっかりと評価することに直接つながるということなんです。だから 固有リスクに着目することが、まあ、より適切な評価リスク評価重要な競技表示リスク評価につながるしさらにね固有リスクをきっちり評価すると特権リスクの評価にもあの特権リスクの評価もしっかりできるようになると、まあ、こういったあメリットというかね、まあ、こういったあの利点があるので固有リスクの評価が重視されるようになったとこれなんですね。まあ、ここもですね、まあ、正直、うん、あの 改定全文なんです。だから、あのー、この辺はもう知っていなければ逆に書けなかった。知っていたら、ある程度でもね、これはもう一語一句なんてとても書けないですから、えー、ある程度、あのー、改定全文の内容を書けるかどうかという問題でした。はい。まあ、ただね、え改、ー、定全文、この令和2年は大事なところだったので、まあ、正当可能性は高いというふうにしております。はい。では、次行きましょう。 次問題にですね、えー、下線部 B についてということで下線部 B は何だったかっていうとこれ監査上の重要性ですねで監査上の重要性はね特に今年出るというよりはまあ,なまあの何年かに1回出てますんでまあまあ,あの、ね、当然大事な論点ではあったけれども特にあの今年予想してたわけじゃないですがまあこれもねあの基本的な論点特に問1なんかはね えです問いにはちょっと難しかったと思うんですがでも考えればなんとかね書けるかな少しは書けるかなというところで、えー、まあ問題にも、えー、また非常に良問ですよね。はい、じゃ問1問1は監査計画の策定時に重要性の基準値を決定することが求められているとで重要性の基準値の一般的な決定方法もうこれは換気法そのまんまですね。はい こういうところはね、やっぱり落とさないでいただきたいんですね。関係を三百二十第八項の各位置とか A 三から A 七、これ最初に税前利益などの指標を選択でその指標に対して特定の割合を、えー、適用とこれだけですよね。各業が短いですので二業でしたね。なので、えー、指標を選んでそれに割合をかけるとまあ,あもちろんね、えー、一般的なあ製造業の 会社で営利目的とする会社であれば税前利益の5%なんていうのも書いてありますけどまあ2行ですからもう一般的なもの特にその製造業の営利目的な会社に限定しないでねもっと一般的なところっていえば指標を選択してそれに割合をかけると、まあ、これだけですよね。こで、えー、と問いにですね問いに。重要性の基準値は 画一的に設定されているわけではなく個々の監査人の判断によって決定されるその理由を説明しなさいとこれねまたこれも考えさせるさすが本試験ならではの問題ですよねはい。で、これはどういうふうにこういう問題が出たときに考えるかっていうと重要性の基準値ってそもそも何というところをね、えー、冷静に考えていくね、順序立てて考えていけばいいわけですよ で回答行数見るとですねこれ、えっと、結構ありましたよね2 4 6行ありますなのであじゃあちょっと重要性の基準値の定義書いちゃおうかなということで、えー、まあ長い回答欄なんでね埋める必要はないんですけれどもあのちょっとねあの迷ったら重要性の基準値まず定義を書くとそうするとね実は見えてきたんですね。はい、じゃあこれこの説明のフローチャートで見ていきましょう。 これはでもね正当可能性は中程度ちょっと思いつかないかなと思ったので中程度で一応環境320の2個3個あたりが参考になりますここもここ引ければ結構書けるかなとは思うんですけども、えー、まず需要性の基準値の定義を書きます重要性のの基準値の定義大丈夫ですかこれもうしょっちゅう講義で言ってますよね。えー、財務諸表全体において重要であると判断する虚偽表示の金額ですよ。 例えば重要性の基準値が1億円だったら1億円っていうのがその財務諸表の中で重要な虚偽表示と判断される金額となります。だからもちろん1億,円以上、ね、1億円以上の虚偽表示であれば重要な虚偽表示ということになりますよね。でそうすると何かと重要性の基準値ってそうだよねとね重要であると判断する金額で「重要って何ですか?」とこれもね大事ですよってよく講義で言い続けました。 重要っっっっててて何いいうととこころにあの入っていけるとこれは良かったんですね次一般的に虚偽表示はここですよ財務諸表利用者の経済的意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に重要性があるとここのもうこれ線引いちゃいましょうこの財務諸表利用者の経済的意思決定に影響を与えるこれなんですよ。 意思決定につまりそのね財務省を利用する人がその財務省を見てねあその程度のミスなら別に株買うのやめないよと、ねえー、そういうのだったら関係ないわけですよ。ね、仮にに10 100億億円円ののの売売上上しかないのに100億円の売上って書いてあってそれ間違ってました90億格売上げでしたって言ったらそんな会社の株買わないよって話になりますよね。なので財務省を利用者の経済的意思決定に影響を与えるかどうかが重要か重要じゃないか っていうこの判断基準だとそうすると次に繋がるわけですここまでいければどのような虚偽表示が財務主婦を利用者の経済的意思決定に影響を与えるのかは会社ごとに異なりますよそうですよね売上が1000億円ある会社と売上が100億円の会社そもそもそれでねあの経済的意思決定に影響を与える金額って違いますよね だから確率的に、えー、設定することはできないんだとこれ問題文の <laughs> オウム返しですこれもう問題文に書かれた通り確率的に設定することはできず非、えー、監査会社の状況を考慮してここの監査人が職業的専門家としての判断により重要性の基準値を決定するということですよね、はい、なのでここは、ね、定義そして重要性の意味ここまでたどり着ければですね、えー、なんとか欠けたという問題になりますね えー、これもあの今後試験受けられる方は非常に良問ですからね、えー、ここのところ本当に監査論は論文ずーっとねもう何年も良問があの出てますねですからよく復習のねあの教材復習というかあのこれを、えー、試験のための対策教材としてね、えー、むしろ一番重要な教材ですからね本試験はね、えー、しっかりと復習しておいていただきたいと思います。ははい、えー、それでで問問題題に行きましょう問題3ですね 問題3は下線部 <laughs> 先に移しますが C についてということで C は何だったかというと監査計画を策定ということですね。えー、これに基づき監査を実施すると。ねえー、これはじゃあどんな問題かというと「はい、問1」「監査人はリスク評価手続きにおいて統制リスクを評価する際に経営者へ質問しなければならないその理由を答えなさい」これは。 この第しかん、ここはあの何、ー、て言うんですかね一応ね、あのー、私のこのメモみたいなこの紙にはですね、あのー、参考となる基準として「まあ、環境315」10項項「10」「11」「13」「12」「13」「環境200」の「12」「10の」の「丸に 平成14年いろいろ書いたんですけどうんななんんかドンピシャでで書いてないてすよこれだからあの普段監査論ってやっぱりある程度ねあの基準通りに書くまあある程度というか極力基準通りに書くと作文したら点はほとんど来ませんよってことを常々お伝えしていましたけれどもここは若干作文しないと書けないんですよ。 だから難しいということで、多分個人的にはこの問題が正当率一番低いんじゃないかなというふうに思ってます。まあ、ただね、全く書けないというよりは、何か考えたらかけることはあるだろうということで、正当可能性低いとまでは言えないということで中程度にしております。はい、じゃあ見ていきましょう。で、まず最初にね、統制リスク、 を評価する際に質問しなきゃいけないのは何でって言われてこれ回答欄見てもですねそんな1行2行の回答欄じゃないわけですよまあ5行かそんな長くはないですけどだからね統制リスクの定義をとりあえず書いてみると分かんなかったら統制リスクの定義書けば部分点もらえるかなっていう発想でね統制リスクの定義を書いてみると まあこれななんかね換気法を参照しながらでもいいいと思いますそうすると、えー、統制リスクっていうのはこれはね模範解答見ていただければいいですが統制リスクは重要な虚偽表示が内部統制によって防止または適時に発見是正されないリスクということですね。で統制リスクつまり重要な虚偽表示が内部統制会社のチェック体制によっても見つけられないというリスクこれ統制リスクだと。でそこをまず書いてじゃあそこからどこに行くかっていうと。 なんで経営者にね、えー、統制リスクにの評価にあたって質問するかというと、じゃ経営者ってそもそも内部統制に対してどういう責任があるのここに気づけると良かったんですね。経営者は内部統制のこれですよ、整備運用責任を負っていると、これは皆さん知ってたと思うんです。ただここで経営者の責任に結びつけられたかどうか、ね、えー、これが一つポイントになったと思います。はい、えー、内部統制の整備運用責任を負っていると、 でこのあとなんですねだから経営者は内部当選について多くの情報をを有有し最も影響力を有すると、まあ、これがね、えー、まあ影響力があるとか多くの情報を有するっていうところはここはなんとかまあ考えながら、えー、こういったような似たような内容を書いていただければよかったと。でこれがあればね、まあ、整備運用責任を負ってるからよく知ってるんだと。ね、それで影響力もあるんだと。だから その統制リスクに影響を及ぼす重要な情報を経営者から入手できますしね、えー、それによって統制リスクの的確な評価に役立てることができるとここなんですよね。だから統制リスクを評価すするるる際にには経営者に質問する必要があるということで、まあ、ここはねあの覚えるとかじゃなくて。あの ここが一番難しかったですねここが、えー、つまり経営者が内部統制について多くの情報を有し最も影響力を有するとこの辺りの言葉が出てこないと統制リスクの評価の際に経営者に質問する必要があるっていうところにつながらなかったという意味で、えー、ちょっと難しかったなというのが正直な印象です。こ、はいまあ、これねね、えー、だかかから何か、ねえー、知っているととをあの例えば下書き用紙とかに 書き出していってっみると過剰書きでいいのに書き出していって、まあ、答案構成みたいにしているとあこういうふうにつなげればいいのかなってあの自分でねあの発想がそこまでいってなくてもなんか書いてるうちに頭がつながってくることってよくありますからあの下書き用紙にねとにかくね分かる知識を書いていくってことが大事ですからねそれを実践してみていただきたいと思います。はい、でははいいいで問問にに行きましょう問いには 監査人は運用評価手続きを立案し実施しなければならないことがあるとやんなきゃいけないとそれはどのような場合か1つ挙げて答えなさいとでその理由を監査リスクモデルまあリスクアプローチの観点から説明しなさいということですね。でまず2つの場合ねこの運用評価手続きをやんなきゃいけない2つの場合これはもう最低限まあ皆さんねあの 担当合格されて受験論文を受けられてるっていうことを前提とすればですねそこは即思いつかなきゃいけないと、ねえー、いうことで、まあ、解説の後で見ていただければいいですけど1個目がね内部統制が有効に運用されてる場合ですよだから、えー、実証手続きをやるにあたってね内部統制の運用評価手続きをそもそも前提として実施する予定の場合、ねえー、つまり内部統制に依拠しようとする場合が、えー、1つ目。もう1つはは、えー、実証手続きのみではね えー、十分かつ適切な監査証拠を入手できない場合、まああのー、ほとんど機械的な、あのー、自動コードに自動処理されてるような場合とかねそういう場合がありますでここはですね、まあ、どっちでも書けるんですがおそらく皆様書きやすいのは少なくとも私が書きやすいのはやはり内部統制に依拠しようと思っている場合、ね、内部統制が有効に運用されていると想定する場合まあこちらで書くうが楽ですね。 なのでこれはね2つの場合が思いついてどっちでも書けそうだと思った方はやはりねあの下書き用紙にどっちで書いた方が楽かなっていうのをちょっと考えてみるとね、あのー、分かると思うんですね。で、えー、っと模範解答にはというか解説には、えー、運用評価手続きをやんなきゃいけないことの2つ目の理由の方で、ねえー、つまり、えー、内部統制移してるいや移を予定してるっていう方じゃなくて 実証手続きのみでは十分かつ適切な監査情報を入手できない場合の解説、えー、回答を書いておりますが、えー、この動画ではね、えー、通常のパターンを解説していきたいと思いますで、はい、ではこれです。 えと問いにまあこれはね普通のパターンで書けば書きやすいそんなに難しくはないと思います、えー、普段ね、えー、講義を聞いてくれたり考えてくださっている方は、まあ、換気法のこの参考となる基準もあの、えー、参照できた方もね、えー、できたらさらにできますし、えー、ということで正当可能性は高くしていますがこういうことですよね。 運用評価手続きを実施しなければならない場合としてこれですアサーションレベルの重要な競技表示リスクを評価した際に内部統制が有効に運用されていると想定する場合ですね、えー、つまり実施用手続きの種類時期範囲の決定において内部統制の運用評価手続きの実施を計画している場合でこの場合はあ、まあ、運用評価手続きをやらなきゃいけないっていうこの場合を、ねえー、と模範回答としてます。で理由は何でかとと、いう アサーションレベルの重要な虚偽表示リスクを評価した際に内部統制が有効に運用されていると想定する場合はその内部統制つまり有効な内部統制に依拠することで監査を効率的に実施することを計画すると、ねえー、ということなんですよ。まあ、あのもっと具体的に言うと実証手続きを、ね、相対的に減らすことができるということになりますなので 内部統制の有効性の想定これを裏付けることができれば 統制リスクを相対的に低く評価できるその結果発見リスクを相対的に高く設定することは可能と。これねリスクアプローチの考え方そうするとこれですよ実証手続きを相対的に軽減しても監査リスクを合理的な低い水準に抑えることができ結果として効率的な監査の実施が可能となるとだからここで説明しているわけです最初にね、えー、内部統制が有効に運用されて運用されてると想定する場合には、えー、その内部統制に影響することで 監査を効率的に実施えることが計画できるんだとでこれは、えー、じゃあ内部都市の有効性の想定が裏付けられれば統制リスクは低くなる相対的に低くなる発見リスクは相対的に高く設定可能とその結果実証手続きを相対的に減らしても、えー、監査リスクを合理的な低い一定の水準に抑えるってことができるんでこので実証手続きを減らすっていうことから効率的な監査ができるようになるとこれなんですね。 なのでここはねリスクアプローチのところでもある程度解説してきましたし、まあ、あなんとかね考えながらでも基準の言葉を用いて、えー、書いていただければよかったということになります。ということで第一問はこんな感じでね、まあ、なんかあのなんていうんですかね、えー、どれも聞いたことある話だからといってあのこれを完璧に書けるっていう受験生は全然いないと思うんですよ多くないと思うんです。 ここういういいののを完璧に書くことの方が難しいんでねなのであのいかに皆さんが書けるレベルで書けたか、えー、逆に書けなかった方はね、えー、ここはちょっと、あのー、差がつきやすいところだったということになりますので今後ね受験される方につきましてはこういう問題が出た時こそ慎重にやっていただきたい。本当は嫌ですけどねねこういうい問題、ね、あの両門かつ あの、なんとなく、あの、知ってる論点ってことですね。はい。じゃあ、えっ、ー、と、第二問に行きたいと思います。第二問は、なんか、私が初めに聞いた、あの。ど からともなくです、ね、伝え聞いたのは第二問は第問捨てだみたいなね話があってそれでえどんな難しい問題が出ちゃったんだろうっていうのは正直ビクビクしてましたしああこれはそんな問題だったら解答を作るの大変だし受験生のみんなどうしちゃったかなとえ大変だっただろうなという印象をまた聞きでというかなんかどこからともなく聞いたらそうだったんですね。ででもも実際に問題文も難しいんですが あの問題文というかこの事例が難しいは難しいんですがあなんていうんですかね見ていくとあのそういう言い方するとねそれはカウンサロン教えてるからだろうって言われちゃうと思うんですけどそんなにね、あのー、なんていうんですかね変な問題じゃあ変な問題じゃないい問題ですいい問題ですいい題で,すで、えー、とそんなに書けないような問題じゃないと。ねえー、で なんでね四半期を出したのかなとかねその最初見た時はなんで訂正報告書とこれはさすがに試験委員の先生ちょっとつらいなと思ったんですけどそうじゃなかったんですね。こここ、ねえー、れは私が甘くてですねうういうところから 皆さんが知ってる論点を引き出そうとしててね知ってることを書かせようとしてこういう角度で出すっていうのはやっぱりさすが試験医の先生じゃなきゃ作れない問題だなっていうような思いを強くしてるところであのだからってねでできるるっって言って言わけじゃないんですよ皆さんは特にこういうの面食らってしまって私だって受験生だったらこんなのできないですよ。ただあの決してね あのできなくていい問題というか復習しなくていいような悪問じゃなくてねやはりあの最近の論文の中の論文の,の、ね、過去に出てきているここもずっと10年ぐらい両問ばっかりですけどもその一環として捉えられるねいい問題ですからぜひこれは今後受けられる方あのしっかりとね力をつけるためにあのよく えー、解いてそしてしっかり解いた上で、まあ、この解説やはりねこの問題も聞いていただきたいちょっと難しいですよ難しいですけれども何も考えずに回答を聞いちゃうのにはもったいない問題ですからしっかりとね、えー、考えていただいてからこの動画を見ていただくといいなと思います。はい、えー、では第2問いきましょう。まあ、あのー ある程度、ね、事例はあのー、見られたというふうな前提でいきたいと思いますがそうは言っても解説ですので。 えーと一緒に見ていきますまず第2問で不正による財務省の訂正に関する監査人の対応ということでこれでぎょっとするわけですよもうこれでね、あのー、第2問もうこれ捨て物かなと思っちゃうわけですね。で、えー、P 社は上場会社製造業この辺はいいんですよねで禁止法に基づく監査を担当する監査人 X がいて P 社の第21期これが2021年4月1日から2022年3月31日までの第1四半期ってこれを見た瞬間にうわーっと思うわけですよ予想外だと。 連結財務省に対する四半期レビュー手続きを実施し四半期レビュー報告書における結論としてどの類型が適切かを検討しているとこれですね結論としてどの類型が適切かを検討だからこの時点で大した四半期の話じゃないんですよ。ね、限定付き結論なのか、ねえー、無限定の結論なのかそういった話ですよ。ねえー、で えここでまあ、結論の不表明とかねでここで状況1下にありますけれどもこれを踏まえて監査に x の監査及び試案期レビューにおける証ここで、ね、監査及び試案期レビューにおける証拠の入手状況を2つ仮定すると、ね、監査とレビューだからこれ監査証拠って言ってないんですね広い意味で証拠と監査証拠とレビューの証拠を含めて証拠と言ってます証拠の入手状況を2つ仮定しそれぞれに基づいて x 監査に x が 選択し得る四半期レビューの結論の類型及び根拠を説明と。だね、ある意味回答自由なんですよ。はい。これあの証拠の入手状況を二つ仮定していいわけですよね。だからあの正直いろんなこれ回答を考えられると思います。ね。えー、ただまあ一番書きやすいだろうなということをあのレックではね、えー、前提として。 あの別に。 これあの予備校でねじっくり考えてですね何十時間も考えて書けるような回答を出してもしょうがないと思ってますんで受験生がその場で考えたときに何とかこのレベルまでだったら書けるかなということを想定して模範回答を作ってますね、えー、まあ、それで一番書きやすいだろうなという状況を2つ回答には載せてますが全然それ以外の回答でもね、えー、丸は来る可能性は十分あると思いますし多分試験員の先生はあのどういうふうに論理的に組み立ててるかそこを見たいんだと。 思うので、ね、状況をちゃんと仮定してそれに対応する結論が述べられていればいいんだろうとそういうふうに思いますはい。まああの一応模範解答は一番書きやすそうな内容にしてますではねちょっとだけ状況を一緒に見ていきましょうはい。状況としては X は P 社の21期の第一四半期レビューだから21期って一番最新の期ですねこれね21期 1> の第1四半期レビューの最中に、えー、次のような情報を入手したとなお監査人 X は P 社の監査を17期からやってますよと2017年からやってますよと、ね、継続しているとでずっとやってますで P 社に関する情報としてこれ第21期でね入手,入手したのは海外連結子会社である S 社の CEO が2020年度つまり前期ですね 2020年4月1日から2021年3月31日までに不正行為を疑った不正行為を行った疑いがあると海外連結子会社である S 社の CEO が不正行為を行った疑いとで第三者委員会が設置されたとこんなねこれを見た瞬間ゾウゾっとしますよねなんだこの問題はとねでも聞かれてるのは冷静になってくださいこれいかに冷静になれたかがポイントです レビューのの結論の類型なんです別に第三者委員会なんて聞いてないんですよまずはね。はい、で次疑われた不正行為の内容は S 社の CEO が S 社においてペーパーカンパニーに対し核発注を行いそのペーパーカンパニーを通じて自らに資金管流させ不正に利得を得ていたと。でこれもねなんか難しそうに読めるんですけどでも。 あのこれ不正のね、えっと、一般的な話だし何、あのー、かどっかで聞いたこと講義とかでねいろいろ聞かれた方は、あのー、あると思うんですね。どういうことかというと CEO が、まあ、社長がペーパーカンパニーだから名ばかりの会社に対して核発注ってことは注文をするわけですよね。 そうするとそのペーパーカンパニーにお金を払って何かを買うっていう架空ですけどねお金を払うと。でそのペーパーカンパニーはだから CEO のね、えー、CEO の持ち物なわけですよ。CEO の持ち物であるペーパーカンパニーにその S 社がなんか例えばじゃあ何億円とかねものを注文する。で物を注文すると あのそんな架空な注文なんですけども、えー、ものを注文して S 社はそのペーパーカンパニーに何億円もお金払うわけですよ。でその払われたペーパーカンパニー3億円な三3億円、ね、入金されたその3億円を S 社の CEO に自ら自分にお金を戻した、ね。でお金を利得を得てたということですね。ね でその金額は P 社グループにとって重要性があるということで、まあ、お金、えー、と架空のものを買っちゃって架空のものを買った金額に重要性があるって言ってるわけですよね。はい S 次 S 社はマーケットの拡大のため2019年に工場を増設して稼働を開始しており業績は当初の事業計画より多少下振れたものの堅調に推移ということで、まあ、業績はそんな問題ないということですねでその後 P 社によれば当該不正は S 社の CEO の独断選考により行われたと1人やったんだとだから S 社を含む P 社グループの他部門および他の拠点においてルージの行為は起きないとまあ一応ねうーんと S, S 社の信用の独断選考なんだとだから、えー、類似の行為は他の拠点では起きえないということが、まあ、経営者が P 社グループのね、えー、P 社によればそう言ってるとで第1四半期の報告書の提出期限までに第三者委員会の調査は完了してなくて可燃度有価証券報告書等の訂正はできない。 過去ね、まあ、調査委員会が終わってないので過去の有法の訂正はできないんで以下の内容を記載した上で第21期の第1四半期連結財務省を作って第1四半期報告書これですね当該期の第1四半期報告書を提出する見込みとじゃあ何かというと調査未了により今後の調査次第で当該四半期連結財務省の訂正つまりこの第1四半期の訂正可能性があると、ねえー、第21期の四半期連結財務省の訂正可能性があると。 あとは可燃度 UFO については調査完了後に訂正報告書を提出すると可燃度 UFO まあね、えー、過去のまあ去年ですよね去年度に不正を行っているんだから通常去年の UFO については訂正報告書を提出する見込みということでまだ調査が終わってないんでどんな訂正報告書になるかわからないとこういう状況なわけですよね。はい、で、えー、もうちょっとと状況を見るとですねその後に 上記の情報を入手した監査人 X は P 社の経営者に対し当該不正に関して説明を求めるとまあそうですね当然 P 社の経営者に説明を求めると。ともに S 社の監査人に当該状況について伝達の上追加の作業を依頼したまあそうですね子会社 S 社不正が行われた会社の監査人に追加の作業を依頼して。 S エース社を含む P 社グループの他部門および他の拠点におけるこれ類似の行為の有無に関する追加の監査手続きを実施しているということでまあ P 社のね P 社としてはもう類似の不正は起きないって言ってますけどそんなの P 社の言ってることを鵜呑みにするわけにはさすがにこの状況でいきませんからね第三者委員会も開かれてる中でえ他ではそんな不正はないんですね。ていのみにするわけにもいかない。 なので、えー、と他にも、ね、類似の行為がないかどうかっていう、えー、監査手続きを実施していますよとこの状況で証拠の入手状況を2つ仮定して、えー、結論はどうなるかっていう話ですだから四半期の話っていうよりもね結論あの報告論の話ですよね。はい、でまあこれいろんなことを考えられるとは思いますよ。思いますけれどもちょっとこの,あの これで見ていきましょう正当可能性はやっぱまあ簡単じゃないですよね面食らっちゃいますからね中程度と。で、えっと、参考となるのは四半期レビュー基準の第3の8項とか9項なので、まあ、これはある程度もうあの3これ本番では見れませんからねなので、えー、本番で考えるしかないと思っている知識で考えるしかないと。 でえー、じゃあ仮定するとしてまず仮定1、えー、第20期の監査および第21期の四半期レビューでどういうことを仮定するかというとまずね、えー、そもそも S 社の CEO による不正はこれ手続き実施できないこれはそうですよこれはそもそも第三者委員会の調査が終わってないのでここはもう仮定というよりもねもうあの問題文からここは言わざるを得ない S 社の CEO による不正は、えー、については手続きはできませんと。 何の手続きも監査手手続続きききももレビュー手続きもできないとじゃあ次なここなんですよね P 社グループの他部門および他の拠点について追加の作業を実施した結果これ類似の行為が起きていないことについて十分かつ適切な証拠を入手したとこれをまず一つ目の仮定とするとまあ一番素直かなと思いますよね。 類似の行為について今調査を行っているわけですから調査というのは監査人のね子、えーえー、会社 S 社の監査人、えー、さっきのこれですよ4ページ目のこの問題ですよね、えー、S 社の監査人につまり子会社の監査人に、えー、S 社を含む追加,追加の作業をね依頼して S 社を含む P 社グループの多部門および他の拠点において、まあ、あその他のね 拠点でも類似の行為がないかどうかの追加の監査手続きをまあこれはあの P 社の監査にもやってるでしょうね X もね、えー、追加の手続きをやってるという状況の中で類似の行為はないなかったということなのかだったら仮定のに素直に考えればですね、えー、まず仮定のに、えー、S 社の CEO による不正は手続きできないんですね、えー、S 社の CEO による不正については、えー、もう手続きはまだ第三者委員会がね、えー、終わってませんから。 手続きできでないだったら P 社グループの他の部門とか他の拠点についてこれがねじゃあ広い範囲で類似の行為が起きていないことについて十分かつ適切な証拠が入手できないとまあこの2つで考えるのが一番自然かなと類似の行為が起きてないことについて十分かつ適切な証拠を入手したあるいは 広い範囲で類似の行為が起きてないことについて十分かつ適切な証拠が入手されてないとまあこう仮定するといいと思います。はいまあ、それ以外でももちろんね特典の対象にはなると思うんですけどもでそうするとね、えー、どうなるかと結論はまず上の方類似の行為は起きてないんだったら市販機レビュー範囲の制約にかかる除外軸を付した限定付き結論。 まあ限定付き結論だけでもこれ市販機レビュー報告書のタイトルは限定付き結論だけですからね、あのー、ある程度点が来てほしいなっていうところを願うばかりですけども、まあ、ちゃんと書くんであれば市販機レビュー範囲の制約にかかる除外事項を付した限定付き結論。なぜかというと P 社グループにとって重要性のある不正に関する第三者委員会の調査は未了だとだからここはもう関西への制約なんですよ。ね、で第21期の奇 で第三者委員会が終わってない第20期に行われた不正について第三者委員会が終わってないってことは第20期の期末残高つまり第21期の期首残高に関するそうするとまずね証拠は入手できないただ、ね、そうするとというかただ不正は S 社のみで起きうるものであるとほ他はあのこの過程としては類似の声は起きてないなのでその影響は治案機財務省全体に対する結論の表明ができないほどではない いうことからあーレ,レビュー範囲の制約にかかる除外事項付した限定付き結論、まあこれが自然でしょうね。で次、えー、さらにね、えー、S 社の CEO による不正の手続きができないだけじゃなくて広い範囲で類似の行為が起きてないとも言えないと いう状況、まず根拠としては P 社グループにとって重要性のある不正に関する第三者委員会の調査は未了だというのはこれは仮、ね、定、えー、一の場合と一緒ですけどもでその後も一緒ですね。そのの結果、第21期の機種残高に関する十分かつ適切なな証拠は入手できない。さらに広い範囲で不正に関する十分かつ適切な証拠が入手できずそうするとですね結論の表明ができないほどに重要かつ広範だということで、えー、広範というね、えー、広範になると。 いいうこととで結論を表明しないとまあこれでしょうねでもこう見るとね問題は見かけ倒しだけれどもこんなのって皆さん勉強のもう普段からしてる内容ですよねだからこういうところに持っていけるかどうか本試験のね難しいのはここなんですよ。なんか題材はものすごい難しくするんだけど書く内容は実は簡単なことでいいと。 ね、だからみんな面食らっちゃってできないんですけどもこういう問題ね、えー、これはね本試験の過去問を復習する以外になかなかねこういったあの力ってつきませんからぜひこの問題もよく復習をしておいていただきたいと思います。はい、えー、ではね次問題2にいきましょう問題2。えっ、ー、とこれですね。監査人、X、は市販期レビュー報告書を付した、P、社の第21期第 四半期報告書を出した後出ししたたんですね状況にを把握したと追加の情報を入手したとで、えー、問1から問3について述べなさいと答えなさいということですねはいでこっちはねまず状況にを一緒に見ましょう、えー、P 社に関する情報として第三者委員会の調査が完了調査結果はこうだと。 S, えー、S 社の CEO による不正行為は2020年度の下半期だ前期の後半です、ね、に行われておりその期間の S 社の財務諸表は P 社の20期の第3四半期から期末の連結財務省に含まれているとそうです、ね、で不正行為の背景に P 社からの業績達成のプレッシャーがあって、えー、S 社の CEO は業績達成の見返りを得ることを正当化するとともにそれが許される立場まさに不正リスク要因ですよね。動機プレッシャー機械正当化姿勢 ね、これれがまさにそれを書いてるわけですこ,こであっ不正リスク要因書いてるなと思えた方は勉強は、ね、かなり進んでますよねでその後 S 社を含む P 社グループの他部門および他の拠点においてこれですね結果ここもヒントになるんですよねだ問題1を解くにあたってね問題1を解くにあたって類似の行為がここでなかったって言ってるんだからじゃあある場合と類似の行為が分かんない場合どうなんだここを見てからあ問題1の、ね、場合分けもできるなってここもヒントにはなりますよね。 はい、で結果類似の声はなかったとその結果を受けて20期の第3四半期と期末の、ね、有価証券報告書そして21期の第1四半期の中に含まれる連結財務省をそれぞれ直すことにしたと、はい、じゃあ問1監査 2X は P 社の求めに応じ P 社の訂正後の連結財務省の監査業務を新たに辞職することを検討していると嫌ですねこれねこの場合における監査 2X の取るべき対応ということで、まあ、これはね監査契約の新規の締結ということになります。 なので、まあ、新規の締結の時に何をするかっていうことを考えていただければよくて、えー、っとこのね、えー、っと私のこのメモ書きには生徒、まあ、関係やっぱりねそうは言っても。 ここはなかなか探すのは大変だったかなということで中程度にしてますが品規号1号25号とか F26 の2号220まあこういった品質管理のとこですよね220の F11 の2号とか A7 あとはまあこれは引けないですけども監査補助実務委員会の実務審第103号これがねあの皆さん引けないのでこれはもう無理ですよえこれは無理なので解説に入れておきましたけどねえこれはねあの 訂正報告書に含まれる財務省等に対する監査に関する実務シーンっていうのが実はあってこんなのは皆さん知らなくていい、えー、ですけどもあるので1を載せておきましたただここが分かんなくてもねある程度回答は書けると思います、はい、だってこの貧規法とか環境法の220を見ればいいんですねでまずこれですよ 訂正、えー、報告書の監査のことを短く訂正監査なんて言ったりしますけども訂正監査をね新たに受ける場合っていうのは結局監査契約を新たに受けける場合の考慮事項と同じなわけですよ、ね、この時訂正監査業務を実施しうる適性および能力を有しているかどうかこんなのはまさに換気法のえー、と貧気法の1号とかね書いてありますから解説に後でちゃんと見ていただくと、えー、そのまま、えー、換気法貧気法に載ってますからね。 えー、品規法の25項かな、うん、ここにそのまま載ってますんでこの辺を写していただく職業倫理に関する規定も守れるかとこれも品規法1号の25項に書いてありますでそれを確認して必要な情報を入手して監査契約に重要な影響を及ぼす事項の有無を判断するべきとね重要な事項があるかどうかこれも2五項品規法1号の25項に書いてあります、ねで。これを を判断すべきとで特にその後はね訂正の原因を把握し P 社の経営者の誠実性を検討、まあ、これね誠実性の検討は、まあ、これはこの経営者の誠実性っていうところを新規の契約で考慮するっていうところを思い出せたかどうかですねで考慮して不正による重要な協議表示リスクを考慮して契約締結に伴うリスクを再評価する必要があると。はいえーまあ、これも品規法の 1>, えー、1号の F26 の2項なんかに書いてあるのでまあちょっとここは難しいと思いますけどねこの得意のところはね、はいえー、ここが出せるかどうか、まあ、ただここまで書けなくても上のね、えー、適正能力を有している職業倫理に関する規定を遵守することを確認して重要な影響を及ぼす事故の有無を判断するとここさえ書ければねだいぶ点数になると思いますよ。でえー、だからね えーあまあ、だからその後最後当該リスクの再評価の妥当性については監査チーム以外の適切な部署またはものが検討するとこれもひあこれも近畿法の26の2号,2号に書いてありますけどまあこの後半はちょっと難しい、えー、ここまで書ければ本当に最高ですけどもまあねそこまで書けなくても全然合格点だと思います。最初のこの、ねえー、上のこね上部分だけ 必要な情報を入手してまでここまでかけるとまあ、本当に良かったかなという問題ですね。はい。じゃあ問いに行きましょう。問いには、監査 2X は訂正後の連結財務省の監査業務をまあ受職したと引き受けたと。で訂正後の連結財務省の監査を実施するにあたり、p 社の第三者委員会の調査結果を利用する場合における監査 2X の取るべき対応を説明しなさいということで、これが、 P 社の第三者委員会というものがですよこれが経営者の利用する専門家つまり換気法500に書いてあるえ専門家だというふうに判断できたら本当に良かったこれが難しいと思いますねまあこれも正当化の成一応中に中と考えますけどもまあね難しい。 あのこれ監査人が利用する専門家じゃないんですよね、この第三者委員会というのは、まずね、えー、会社の調査をしてて、その調査結果を踏まえて、会社が財務省を作るわけですから、これは、えー、第三者委員会っていうのは、あくまでも P 社の第三者委員会ですから、これは経営者の利用する専門家に該当するということで、換気法500を、ね、参照できたら、まあ強か、強かったなということになります。はい えこれフローチャート見ていきましょう、えー、500の7項とかねまあ、あと監査保証実務委員会のこの103項これは無,無理ですから怖いんですけどもまずこれねこう断定できると本当に強かったいきます P 社の第三者委員会は経営者の利用する専門家に該当しますよで、そうするとどうなるかと監査 2X は第三者委員会の調査結果を利用する場合まず第三者委員会が適正能力客観性を備えているから、ね、こういう 基準見たことありますでしょうね、えー、これ500の7項とかに書いてあるわけですねですからあのこういったあのところをね、えー、まず経営者の利用する専門家だから適正能力客観性備えてるかそして、えー、さらに第三者委員会がね調査をしてるんだからその内容をちゃんと理解すると、ね、これ適当にあの内容も理解せずに判断するわけじゃなくて監査にはちゃんと内容を理解するべきだと。 ということですねでそしてその後監査 2X は、えー、その調査結果の調査結果の監査証拠としての適切性を慎重に評価するということでこれそのままねあの第三者委員会といえども、えー、結果をですねそのまま監査証拠として鵜呑みにするわけにはいきませんよね。えー、利用する場合にはその,、えーそのね、調,調査結果が十分な、ね、証拠を提供するものなのか,なのか。 ととということをちゃんと慎重に評価する具体的にはその下第三者委員会による調査結果のみをもって十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断しないそして調査結果の利用の程度に応じて監査人 X 自ら第三者委員会の入手した証拠を閲覧したり、えー、調査結果に対する再実施等を実施したりすべきでこの再実施とかねここまで書いてあるのはその,実務審の号なんですだからここまでは当然皆さん書けると思ってませんこの具体的にはのところ。具体的にあの前まで書ければ合格点 具体的にはあのあとはですねまあなんか時間があったら何かしら書ければよかったかなという話なので、えー、ここもねあのまああの問1もねえっ、ー、とまあ最初の部分、えーえー、とですし問2もですね えー、経営者の利用する専門家だから、適正経営者の利用する専門家第三者委員会が適正能力客観性を備えているか、そして調査内容を理解とで、えー、そのね証拠を利用するかどうかについては、慎重に評価すると、ここまでかければもう最高に良かったという問題になります。その後の具体的には,は、まあ、あの今後受ける方はね。ここの問題で押さえていていただければと思います。はい、えー、それでは最後の問題、問肥さんですね。 えー、監査 2X が提出予定の訂正後の連結財務省に対する監査報告書に特有の記載事項をその記載区分とともに具体的に説明しなさいでこれは勘のいい方はね、えっと、私はねたまたまこの問題を見る前日にですねあのー、たまたまというか、あのー、前日が講義でね講義があってですねそれで、えー、追記情報の、あのー、後発事象とか事後判明事実のとこ見てたんですよ。 で、もうそれ見てたからね。だから、これも本試験の前日に私よく言うんですけども、あの全範囲を見直してくださいとね。レジュメのいいから全範囲を見直してください。前半位見てた方はここでひらめいたんじゃないですかね。はい、これ何かって言ったら、訂正後の連結財務指標が出てる。訂正が出たら事後判明。事実のところ環境560のね。あの基準のところであの訂正してるんだったら、その前のあの監査報告書。 はね、えー、まあ「一挙しないでくれ」っていう意味を込めてですね、えー、ちゃんと訂正してますよと、ね、いうことと、あのー、訂正に伴ってですね新しい、えー、監査報告書を出すんですよと、まあ、いうことこれをですねこれはその他の事項または協調事項に書くということが「えー、環境560」の15項に書いてあるんですよ。 の15項に書いてありますなので、えー、解説にもそれ載せておきましたけれども「えー、訂正報告書に対して無限定的正権を表明することになった場合監査報告書上協調事項区分またはその他の事項区分にね、えー、そ以前に発行した財務諸表を訂正した理由を えー、詳細に記載している財務資料の中期を参照し監査人が以前に提出した監査報告書について記載しなくちゃいけないと書いてあるので、えー、もうそこさえ書ければいいです。ねえー、はっきり言って換気法の15項さえかければ合格合格格十分ですただこれ一応あの予備校の回答として、まあ、それはね皆さんが書ければいいっていうレベル感であのもちろんあの 皆さんが書けるレベルでね、えー、さっと書けるレベルでの回答に意識してますが、まあ、一応ですね、えー、とそれ以外に補足するとすれば実務審の103号でこれ記載事項としては訂正報告書の提出理由またはあ連結財務省の中期に書かれてるとおり、えー、連結財務省を訂正しているということで。 訂正報告書の提出理由を書くか、それともね。中期に書かれてれば中期を参照するとで、丸には監査。人クスは訂正前の連結財務指標に対して監査報告書を出しているが、その訂正に伴ってね。訂正後の連結、財務指標に対して新しい報告書を出すんですよ。っていうことを書くと、まあこんなところはね。なかなかここまではあのっていうか、もう書けないと思います。絶対書けないと思います。だから、あのえっ、ー、とここだけは最後ね。もう最後ですから移しましょうか。これですよね。えっ、ー、と解説の。 えー、問い3のところこれですね、えー、監査人が訂正報告書に対して無限定的請求を表明する場合でね監査報告書上これですよ協調事項区分またはその他の事項区分に、えー、以前に、えーね、発行した財務省を訂正した理由を詳細に記載している財務省の中期を参照し監査人が提出した監査報告書について記載と環境560の第15項と、ね、いうことを ここをかければよかったということになります。 もう書いておきました最後の解説の一番最後のページに「環境560の15項の内容」って簡潔に指摘して部分点が取れれば十分であると考えられるというかもうそれしかできませんよ絶対ね、はい。ということでどうですかね以上解説になりますけれども、あのー、これ聞いてみるとなんだよとい、ね、う方多いと思うんですよ。これななんでですねねね本試験は、ねあのー、なので、えー、今後の、ね 対策としてあのもちろんもう受けられた方は何度も言いますけどもゆっくりしていただいてあの就職活動していただいてね、まあ、万が一があったらこの動画を聞いていただければいいんですが今度初めて受けるという方について特にアドバイスをすると過去問はやは,りや,やはり論文担当もね同じように 担当と同じように論文の過去も非常に重要だし、えー、こういったあの皆さんが知っている知識を答えさせる問題なんだけれども見,せ見かけ倒しでものすごくなんかね突飛な論点に見えるような問題が出る可能性があるということそれと第一問みたいに えー、ものすごく基本的な問題が出た時には一問も落とせないぐらいの気持ちでやらざるを得ないということね、えー、こういったところが、まあ、今回のね本試験もかなりね勉強になる題材としてねいい問題でしたというかあの非常にね第一問第二問ともいい問題でしたんでぜひ皆さんねこれを題材によく復習してというか問題を解いてねそして身につけてそして令和5年のですね論文式本試験に挑んでいただきたいと思います。ね えー、どんな論点が出るかまた今後ね、あのー、まだすぐには適用されないでしょうけれども品質管理基準の改定ももうすでにありましたし、えー、いろんなね基準の改定、まあ、それに伴う環境の改定とかね、えー、倫理規則の改定とか、まあ、いろいろあるので、まあ、どこがどうあの本試験で反映されるかあるいはまあ、ねえー、そこら辺は全く出ないのかということもありますけれどもただね、えー、このリスクアプローチの考え方固有ううリスクだけをね え、まだけをというか、こういうリスクと統制リスクを分けて評価するという考え方も今後ね。また実務でよりあの浸透していくことになります。実はこの令和5年3月期からねこのリスク評価を。 分分けるううううを分けるる固有リリススククととと統をいう会社があのほんんどなんですねですからあの次の本試験でもこういったリスクアプローチのところね、えー、大事だと思います、ねえー。ということで、えー、リスクアプローチはまあ正直あの予想会でもね大事ですよ出る可能性ありますよっていったところでしたので、まあ、こういったところはあの来年も含めてね、えー、今年出たから出ないっていうわけじゃないので是非しっかりと 復習しておいていただきたいですし四半期レビューが題材となることは多分、えー、次はないと思うんですがただね、報告論の話として第2問をしっかりと押さえておいていただきたいと思いますはい、えー、だ、あのこれね、えー、令和4年の論文式本試験監査論の解説これで、えー、終わりたいと思いますぜひ、えー、この問題ね、えー、しっかりと解いていただいて自分のものにしていただきたいと思いますはい、えー、それではあ皆さん、えー、ご清聴ありがとうございました